エル・アミロル・オーブヤサント・ローレント、テオフィル・オーブから1890年没は、フランス海軍の提督で海軍大臣を務めた。青年学派の提唱者としても知られる。1846年士官候補生として海軍に入隊、1880年に、少々、1886年に中将に昇進した。経歴の多くを植民地で過ごした。 戦艦に対して多数の小型艦で対抗するという青年学派の指導者として著名である。1882年、彼の理論を述べた、ラゲール・マリ・タイム・イ・レポーツ・ミリテア・デ・ラ・フランスを出版した。1886年1月7日から翌1887年5月29日までに、フランスの海軍大臣を務め、彼の提唱した理論を実践した。また、 フランス最初の潜水艦であるジムノートの建造を許可した。海軍大臣を辞した後も、いくつかの重要な役職を務めた。死の2年後の1902年5月9日、彼の名前を冠した、巡洋艦アミロルオーブが浸水している。ありがとうございます。